よし、起動成功じゃ。わしが見えるか。お前を作った天才科学者ドクター・エッグマン様じゃ。お前はわしの作った E100 シリーズの製造番号2番 E102、 コードネームはガンマじゃ。ガンマ、以後わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。このドアの先はお前のための訓練場になっとる。先輩ロボの E101 ベータはとっくに訓練場に向かったがな。いざ行けガンマ。ベータほどには期待しとらんから適当に頑張れ。ミッションコンプリート。ご苦労、ガンマよ。意外とやるではないか。よし、それではテストを行う。これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞。エッグキャリア乗船のための選抜テストである。入れよベータ。 E シリーズの同型機、先輩ロボの E101 ベータじゃ。俺と戦い、勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする。まあどうせベータが勝つじゃろうが、一応やってみるがいい。ミッションコンプリート。おお、すごいぞガンマ。わしゃ最初からお前はやるものと思っておったわい。今回の結果によりガンマにエッグキャリア搭乗を許可する。ああ、お前もエッグキャリアに乗りたいのか。わかったわかった。まあ何かの足しにはなるじゃろう。特別に乗船を許す。
ああ、本日は晴天なり。エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは他でもない、この尻尾のついたカエル。これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。そこで諸君らの使命だが、このカエルを草の根を分けても探し出し捕獲してきてほしい。ことは一刻を争う。早速出撃じゃ。ここは？データ消防。データなし。現在位置不明。困った。優しい人なの。
放っておくと消えていってしまう小さい命を守って、彼がいるからあの子たちもああして安心して歌えるの。私も最初に見た時はびっくりしたんだけどね。でも父さんたちはあの子たちの最後の場所をも奪おうとするの。だから彼も心を閉ざしてしまった。いつか理解し合える日が来るといいんだけど。俺のが本物だ。いや、俺だ。俺の方が色がいい。あー、ダメ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 。全然違うカエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。カオスの尻尾が取り付いとる大事なカエルなんじゃ。ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。うん、これじゃ。これが本物じゃ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。他のものはお笑い箱じゃ。どこぞへ消えろ。は新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行くな。寮に女がいて小鳥を隠し持っとる。それを奪ってくるのじゃ。さあ行け。ここか。部屋を間違えたようだ。小鳥、渡せ。いや、おとなしく小鳥を渡せ。いやって、いや。なぜだ。なぜだも何もないでしょ。
をどうするつもり？情報なし。知らないの？でもきっと熱くもてなしてはくれないでしょうね。ねえお願い、助けて。少しでもこの子をかわいそうと思う気持ちがあるなら。理解不能。なぜ関係ないもののため一生懸命になれるのか。理解不能。そっか、エクマンはそういうこと教えてくれないんだ。どうしたの小鳥さん。逃げろ。え？どうして？ここは危険。急げ。もうすぐミスティックルーインの基地に着く。あなた他のエグマの目かとは違うみたい。もしあなたが本当は悪い人でないのなら今度会う時は友達よ。ガンマ緊急戦闘配備じゃ。まず武器庫に行ってブースターを取るのじゃ。ブースターね。ジャンプボタンを押し続けると少しの間宙に浮いていられるわ。よし、ブースターを取ったな。ならば大至急後部第一甲板まで来るのじゃ。急げよ。
ゃないでしょ。ね、やめて。エミ、なんか訳がありそうだな。エミを連れて先に逃げるんだ。ソニックは？俺はエッグマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。ソニックったら、なんだかんだ言っても来てくれんだよね。ねえ、大丈夫？ここはもう危ないみたい。あなたもエッグマンの言うことなんか聞いてないで、早く逃げなさい。なぜ？なぜ？今度会うときは友達って言ったじゃない。この子もあなたのことこんなに心配してる。エッグマンのそばになんかじゃダメなんだからね。エミ、行くよ。ドクターエッグマン、マスター登録解除。 E シリーズ仲間、助ける。